極東国立交通大学は、ロシア連邦ハバロフスクセリシェバ通り47番に、本部を置く、ロシア連邦の国立大学である、1937年に設置された。1937年、極東地域では2番目の高科系大学として、ハバロフスク鉄道技術者大学が、ソビエト連邦ハバロフスク市に設置された。その後、1945年に、 ハバルフスク鉄道大学に名称を変え、シベリア鉄道などの極東地域の鉄道事業に従事する技術者を輩出してきた。1993年に極東鉄道アカデミーに名称を変更した。1997年、人文、法律系の学部を設置し、鉄道中心の専科大学から交通分野を中心にした総合大学へと発展。 名称も現在の極東国立交通大学に改めた。設立者はロシア連邦政府である。ハバルフスクのメインキャンパスのほかに以下の国立高等職業教育機関を文校として持つ。2011年6月21日、関地土木研究所は極東国立交通大学と研究交流及び協力に関する協定を締結した。これにより、 同じ積雪寒冷気候にあるハワロフスクと北海道の間で寒冷地の道路、建設技術分野における研究交流及び協力が促進されることが期待されている。ありがとうございます。